皆さんこんにちは、ゆのです。今回はですね、はい、皆さんお待ちかねガンプラ会でございます。そしてですね、今回作っていくのはなんと、ま、今まで、ね、1回目、2回目と鉄血のオルフェンズから作らせていただいてたのもあって、まあ、ちょっとマイナーなのもあったかなっていうのもあってね、あのちっちゃいやつ、まあ、私も上手じゃないので手間のかからないサイズだったんですけど、今回はちょっとですね、マスターグレードという大きいのに挑戦していきたいと思います。こちらです。じゃん。はい、もうね、皆さん大好きでしょう、百式でございます。いやー、でかくない？ほ、見て、大きい。いや、またね、開けてびっくりですよ、あまりのパーツの大きさに。まあ、ちょっと時間かかるんじゃないかなと思いますし、初めてのマスターグレードなので、ちょっとね、うまくできるかどうかわかんないですけど、ぜひ最後まで見ていってくれたら嬉しいです。それでは行ってみましょう、どうぞ。はい、というわけで早速百式の方を作っていきたいと思います。今回はですね、初めてのマスターグレード制作ということで、まあちょっとね、普段作ってたちっちゃいやつとの違いとか、マスターグレードの感想とか、そういうのをお話ししていこうと思います。で、後半にはですね、まあこの撮影時間って実際動画にすると10分15分ぐらいになっちゃうんですけど、実際作業時間って多分8から10時間ぐらい、もっとかなっていう、まあどのぐらい凝るかにもよるんですけど、まあ、その時間ね、何してるのか、まあ私動画見てるんですけど、ちょっとね、こういう動画見てますとか、この人面白いんですとか、まあ私の趣味についてですね、簡単にお話ししていこうかなと思います。ちょっと今回の動画長くなっちゃったんですけど、よかったら最後まで聞いていってくれると嬉しいです。はい、でね、まあいつも通りまずは、ゲート取り除く作業から始めてるんですけど、まず開けて思ったのは、とにかくパーツが多い。で、しかもパーツが多いだけじゃなくて、なんていうのかな、こうちっちゃいやつからさ、サイズが大きくなっただけじゃないんだよね。大きくなったからこそ、こうよりディテールが細かくなってるっていうのかな。まあ、例えばコックピットの部分に人が乗ってますとか、なんだろうな、こうつなぎ目が不自然じゃないところについてるとか、指が、手の指がね、一本一本、まあ一本一本ではないんだけど、正確に言うと中指、薬指、小指が一緒の一個のパーツだったかな。で、人差し指、親指っていう感じで、まあ、動かせるようになったりとか、あ、まあでも指先は全部バラバラか。まあそんな感じで、こう大きくなったからこそより細かくなってるっていうのかな。あ、すごい日本語難しいねこれ。でもそうなんですよ。だからすごく、ただ単にパーツの一個一個が大きくなって大きいサイズのガンダムになりましたじゃなくて、大きいスケールだからこそ細部までこだわって作りましたっていう感じのガンダムなんですね、このマスターグレードって。いや、だから結構感動しました。なんか開けてパーツ見て、うわ、こんなところまで作るんだっていう印象だから、もう本当にパーツがとにかく多いし、細かいパーツも多い。で、しかも初めて作るマスターグレードなので、どこの部分がその内側で見えない部分で、どこは外側で見えちゃう部分でとかも全然わからず作ってるので、もうどこまで綺麗にヤスリがけしていいのかもわからなくて、だからもうとにかく時間かかりましたね。うん。で、あとね、このゴールドのパーツ、まあ、これは百式特有だと思うんですけど、ゴールドのパーツが結構多いんですけど、外側に見える部分として、これが結構なんていうのかな、表面に金箔貼ってあるみたいな作りをしてるんですよね。ちょっと削るともう色違うんですよ、下の色が。なんか他のパーツってそんなことないんですよ。ガンプラ作ったことある人だったらわかると思うんですけど、まあ、ゲート切り取ってヤスリかけてってしてってもパーツの色って特に変わらないんですね。なんですけど、このゴールドは削ると色変わってっちゃうんですよ。だから、あ、これはこうより塗装をして美しくできる
ガンダムだなって思いました。ちょっとね、まだ塗装始めてないんですけど、ゴールドのね、ちょっと塗装塗料を買いに行くのが今からすごく楽しみです。どんな色にしようかな。なんかちょっとこう、この色は結構鮮やかなゴールドですけど、渋みのあるなんかちょっと暗いゴールドとかにするのもかっこいいかなとか、オレンジちょっと混ぜたらかっこいいかなとか、なんかこういろんなことを考えて組み立ててますこの時。なんかすごく、なんていうのかな、パーツ一個一個が多いし、作業時間が多いからこそ、やっぱこう作るからには、時間かけて作るからにはすごくかっこいいものを作りたいなって思いましたね。また面白いなと思ったことの一つに、外側のパーツは結構大きめのパーツというか大柄のパーツが多いんですけど、中、内側のパーツがめちゃめちゃ細かいんですよ。本当に、あ、細部までこだわってるな、中身こだわってるなっていう印象が強いです。なんていうのかな、駆動域が広いというか、ここを動く、ここも動く、滑らかに動く、こっち側にも動くみたいな、そういう機構部分がすごくしっかりしてるなっていう風に思いましたね。いや、すごいな本当に、凝ってらっしゃるよ。もっと大きいサイズも確かあるんですよね、ガンプラって。 いずれ挑戦したいなとは思いますけど、今のお家の広さでそんなにでかいのばっかりバンバン作ってると飾る場所がなくなっちゃうのでまあね、その慣れてきたら、もっとねクオリティ高いのができたら、できたやつ皆さんに視聴者プレゼントとか、まあ販売しますとかできたらいいかなっていう気はするんですけどね、まあ、いつの話になるんでしょうね。遠い未来のお話だと思います。でね、このガンプラ制作、今回初めてのマスターグレードなので特に時間かかったんですけど、まあ普段のやつでもだいたい素組みで8から10時間ぐらいかかってるのかなっていう感じの制作時間で作ってるんですけど、毎日仕事の終わりとか休みの日とかにコツコツ組み上げてます。で、そういう状況で、まあ多分無音の中コツ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 作業ができる人とかもいると思うんですけど、私は結構それが苦手で、まあ、音楽かけたりとか動画を見たりとか、アニメを見たりとか、そういうことをしながらいつもガンプラを組み立ててます。でね、最近何が多いかっていう話になるんですけど、まあ、今回は特に勝手が分からなかったっていうのもあって、結構そのね、 目をね奪われる部分が多かったんですよ。まあ、といってもそのゲート跡が綺麗になってるかどうかとかは、まあ、普段からちゃんと見ないといけないので、どちらかというと動画とかアニメとか流しててもほとんど聞いてるだけみたいな状態になるんですよ。だからね、ガンプラ作り始めた当初は歌を聴いてることが多かったかな。うん。前他の動画で、あ、よかったらね、再生リストとかあるので他の動画も見ていただけたら嬉しいんですけど、他の動画でちらっとお話ししてるんですけど、私アイドルとかジャニーズとか好きなので、まあ、そういう動画も最近はね、 YouTube にジャニーズのアイドルが歌あげてたりとかもするので、そういうの聞いてたりとか、あとは昔からニコニコ動画時代から実はその結構インターネットを私やってた人なんですけど、昔からファンの歌い手さんが一人いまして、まあ、こんな名前出していいのかな、わかんないんですけど、ゲロリンって言ったら伝わるかな、アルファベットでゲロって書くんですけど、ゲロちゃんがすごく好きで、まあ、だからそのゲロちゃんの再生リストを流してガンプラハマり始めの時は作ってましたね。いや、ノリがいいのでちょっとなんか思わず雑になりそうな感じではあるんですけど、まあでもそう、すごく大好きな歌い手さんでね、最近もだから新しいの上がるとよく聞いてますね。で、次に多いのが最近見てるのっていうのかな、そうですね、最近見てるのがこれもまた他の動画で言ったんですけど、私東海オンエアさんすごく好きでよく見るんですよ。で、東海オンエアさんの虫眼鏡さんが個人チャンネルでラジオをやってまして、それを最近はめちゃめちゃ聞いてます。いや、すごい面白いんですよ。なんか
賢い人って話面白いですよね。なんかこうあはは面白いみたいな、こう大声出して笑える面白いじゃなくてっていうのもおかしいけど、まあ、都会オンエアさんとかってメインチャンネルはそういう面白いだと思うんですよね。でそうじゃなくて、なんかちょっとあその言い回しシュールだなとか、ちょっとこうふふって笑える笑いっていうのかな、話が面白いっていう感じの面白いが聞けるラジオで、だから虫眼鏡さんのラジオを聞きながら、しかもね虫眼鏡さんのラジオ1本が結構時間が長いんですよ。だからほんと作業しながら聞くのにちょうどよくて、声も結構好きですし、だからガンプラ作りながら最近は虫眼鏡さんのラジオを再生リストでずっと流しっぱなしにしてるみたいな感じですね。で私もう一人おすすめの方がいまして、これゲーム実況者なのかな、まあ、なんですよゲーム実況者なんですけど、これもニコニコ動画時代からめちゃめちゃファンでずっと見てるんですけど、あの東大生、元東大生になるのかなの林さんっていう方で、あのめちゃめちゃ面白いんですよねこの人。この人の動画をなんかコラボ実況とかもよく上げてたんですけど、それがね、まあもちろん映像はゲームやってるんですけど、とにかく喋ってる内容が面白い、とにかく面白い。これもギャーハーっていう笑いじゃなくて、言い回しがねすごく面白いっていう意味での面白いです。やっぱ頭いい人ってこういう語彙力っていうのかな、語彙とか言い回しとかこう伝え方みたいなのが面白くなるのかなっていう感じがしますね。特に林さんはね、やみつきになる言い回しが多いです。あのマイクラ実況なんかも上げてるんですけどね、普通にその映像も面白いんですけど、映像とはまた別で話がすごく聞きやすくて私は好きです。あと個人的にね、あの林さんの上げてるなんかよくわかる宇宙論みたいな、よく眠れる宇宙論かっていう動画を最近上げてらっしゃって、もともとそういう研究関係のお仕事をしていて、いたっていうのもあってそういうのをあげてるんですけど、私宇宙もめちゃめちゃ好きなんですよ。なのでもうドンピシャにハマってて、でしかも説明も分かりやすいし声も聞きやすいしっていうので、でそれもまた音だけでほとんど分かるような内容に、一応ねその図説とかはしてくれて、すごくあの興味ない人って言ったらあれですけど、もともと知らなかった人にも分かりやすいような内容にはなってるんですけど、もともとねそういうの好きな私にとっては音だけでも十分理解できる内容でして、それがねまためっちゃ面白いんですよ。よく眠れるとかって、まあ、林さんはねわざとそのつまんない内容っていうか難しい内容だからそういう題名を銘打ってるんですけど、もう何万回もリピートしたくなるぐらい面白いなって思って私は聞いてます。すごくおすすめでございます。まあ、そんなもんかな。あとは東海オンエアの動画を普通に流してたりとか、あとはガンダムのねアニメをちょこちょこ見たりとかもしてますけど、やっぱり映像に身が入らないので音声だけでも楽しめるような、まあラジオであるとか音楽であるとか、あとはまあ林さんの動画はね動画メインじゃないんで本当一回見てほしいから、見たらわかると思います。まあ動画で映像は流してるんですけど、なんか話してる内容はウルトラマンだったりとか、そういうことしちゃう人なんですよ。どちらかというとくっちゃべりラジオに近いようなお話の仕方がすごく好きで、一回見たことある動画とかも、まあ、映像を見ないで音だけ聞いても楽しいなって聞ける動画なんで、それもよく見てますね。うん、なんかガンプラにハマり始めた当初はガンプラ作りながらガンダムのアニメ1話から見たら全部見れんじゃねって思ってたんですけど、見始めてみたらガンダムが想像以上に面白かったから見ちゃうんですよ。ガンプラ作らないで見ちゃうから、あこれダメだ、音を聞いて楽しめるようなコンテンツ見なきゃダメだと思って、まあ、それでたどり着いたのが、まあ、林さんであるとか東海オンエアの虫眼鏡さんのラジオだったんですね。いや組み上がりましたけど、こうやって画面越しで見てもちょっと大きいの伝わりますよね。画面にしっかり収まっててよかった。というわけで間もなく完成になります。長々ありがとうございました。
はい、というわけで百式完成でございます。いかがでしたでしょうか。ちょっと工程めちゃめちゃ長くてね、だれちゃったかなと思うんですけど、最後まで聞いてくださった皆様ありがとうございます。いや、このさ、黄金の規定がさ、かっこいいよね。これ塗装してちょっと重厚感あふれる感じになるっていうのがすごく楽しみで仕方がないです。でまたね、この武器が銃となんか大きいライフルみたいなのと、あとビームサーベルとって3つあって、それがねまた持ち帰られたりなんだりするのがめちゃめちゃ楽しくてかっこいい機体だなって思います。動く範囲も広いし、マスターグレード最高ですね。塗装の動画も楽しみにしていただけたらと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。